さて、おう、まあいけるでしょう。まあいけるでしょう。また来たぞ。悲しい生き物だな。任せろ。さあ、高めと登り詰めよう。そうか。わけのあかんねえ物体がよ。まあ、勘弁してくれも。お前は勘弁してくれって言って、俺はもう休憩したいんだ俺は。とりあえずまあ、じゃあ殴り。ん?アセレコダンスか。セデコダンスね。フバーハー。まあいつものパターンでいいんじゃん、とりあえずは。うん、さすがにかかった。一応、ゼスカにあれつけたわ。あの、星ルーでは。で、今、エイトに凍える。あの、凍りじゃねえ。凍結の腕は つけさせてもらった。メラゾーマか。で、まあ、多分、賢者の一応間に合うでしょ、おそらくは。まあ、知らねえけど。こうだろ?まあ、いいんじゃないの?どうする?どうすっかな、ここから。賢者の石で、まあ、まあそうすっかじゃん。賢者の石、殴り、賢者の石、バイキルド。あ、いいね。いい感じだな。なんだか、ピオリム使った方がいいんだよな。まあ、余裕あるときにちょっとまたピオリム使うかじゃん。そうしよう。てれてれ。まあ、これで殴りに関しては OK だろ。これが怖いんだよな。おお、いいぞ、めっちゃいいぞ。言わなず。どうすっかな。まあ、賢者の石にすっか、じゃあ、とりあえず。賢者の石でくくるガードにしよう。ほい。あ、いいな。最初からこすればよかったな。星ルーではかなり重要だ、これ。いや、素早さがマジで大事だな。よし。まあ、これで。まあ、どうにかなんだろう、きっと。まあ、食らうね。ああ、これがやばいんだよな。深い眠りに襲われた。深い眠りってのはとてつもねえわ。多いんじゃないの、これは。殴り、賢者の石、気合力あったべ。これだな。よし、OK。やるぞ、な。あー、ちょっと怖いね。これ、凍る吹雪が来たら、まあ、耐えられる、あれだ。まあ、耐えられるでしょ、きっと。知らねえけど。いいですか、どう?まあ、ここは、やり直しって感じかい?まあ、早く倒れてくれ、頼むから。もう、頼むから倒れてくれ。もう、そのまま、俺が倒れてしまうかもしれない。バイ、いや、フバーハー。ああ!やっちまったな。まあ、いいや。しょうがねえ、まあ。マルチェロの仇ということで。ああ、やられちまった。こう来るんだったら、まあ。ベファマズンでもいいかもな。そうすっか、じゃあ。よし。まあ、結構いいダメージじゃん。てれ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 。ベファマズン、まあ、これめっちゃ使えるからな。だからこれで、ん?ああ、そうか、お前が変に今混乱した、今。何が起こったか今。お、あ、で、これ的に何か来てくれれば。来なかった？マジで？まあいいけどよ。まあ死ぬってことはないといかないんだよ。まあ、通行が危ねえんだよな。あ、それやめてくれ、頼むから。これは、まあでもあれだな。ガードかな。ガードのザワラル。これだったらベオンズかけるべきだったか。あー、またちょっと際どくなってきたな、ちょっと。戻った、ヨナズン。あ、2回連続ヨナズンの感度が。それは恐ろしいね。ここでちょっとゼシカ回復してくんないと、結構きついぞ、これ。おー、来た。よかった、危ねえな、これ。目覚ました、OK。ちょ、一応、賢者の石と、賢者の石とベオンズもちょっとあれな、併用するだけだ。ベホマズン、ガード、賢者の石、ガード。誰来る?ヤンガス、いやー、オッケー、ヤンガス、オッケー。メラゾーマ。下手したら死ぬかもな、ヤンガス。あぶね、生きた。よし。ふぅ、まあ、とりあえず立て直しはできたか。
危ねえなマジで。でどうする、こっから殴っていくか。じゃあ殴り、あなたフバーハーで、バイキルトのエルンスか。じゃあ痛恨ジェシカの人はもうおしまいだな、もう。あ、まあまあいいんじゃないの、とりあえずは。とりあえずはいいよ。誰に来る？おーし、オッケー。お前、もう最高だな。いや、最低だけど。最低だよ、もったく。よし。で、殴り、殴り。どうすっかな。まあ、フバーは行ったべ。あなたは、じゃあ、賢者の石で、で、バイキルト行くか、じゃあ。まあ、これで全員回復したから、まあ一応、まあ死ぬことはないだろ、いくらなんでも。まばい光、あ、それで OK。もう OK、OK。ヤンガス結構これ効くよな。効きやすいっつうか、でも。イオナズ。いや、勝てる相手だと思うんだけどな。慎重にやれば勝てると思う。また慎重目でいきましょう。てれてれ。うぃ。当たんねえな。でも130、これ体力どんぐらいなんだろうな。4000ぐらいあるのかな、もしかしたら。4000だとしたら気が重すぎるわ、ちょっと。賢者の石ガード、スクルトはいらないでしょ。まあ、フバーハ、あー、まあマジックバリアンは余裕があれば欲しいって感じかな。とりあえずイオナズ、どうすっかな。まあ、とりあえず賢者の石と、惜しいぞ。うん、際どいね。ヤンガスやられてほしくねえからな。賢者の石、じゃあベオマラでちょっと書いとくか。じゃあこれで2段掛けということで、でこれで敵にやってくれれば OK なんだ、何かしら。あ、 OKOK、 めっちゃいい感じ、超いい感じ。まあ、これでどうにかなんだろう。あ、いいんじゃないの、それは。あ、フバーかかってないか。危なかったな、これ。めっちゃ危なかったな。よし。フバーハかけの、ラプソン、あれ、まだ1個目だよな。1段階目っつうか、わかんないけど。しばらく下がったの。で、フバーハだろ、フバーハ。まあ、ギリギリだ。あ、いったいった、オッケーオッケー。で、フバーかけて。うーわー、マジか。ちょっと厳しいですね。ちょっとこれは厳しいな。あ、やばいね。かなりやばいね。どうする、賢者の石かな。賢者の石で読まずに行くか、じゃあ。それで行こう。で、これはまあガードしても、まあククールは生き残る可能性あるけど、ヤンガさんもどっちにしろあるだろう、もうやばいだろう。で、これはベホマズン、ベホマズン、これ、これ、ガード。あ、オッケーよ。で、何かしら来てくれれば、あ、ありがたい。で、何が来る？ヨナズ。惜しいぞ。めっちゃいいじゃん。最高じゃないか、これ。今んところいい感じで回ってんな。とりあえずは。よし。で、こっからまた殴りの。あれ使うか、じゃあちょっと。マジックバリー行こう。よし。まあ、いてつかあんま使ってこないから、まあ、ちょうどいいんじゃないの。いや、もう倒してくれていいでしょ、もう。これは怖い。うわ、めっちゃ来たな。これでも死ぬかも。あ、死んだわ。死んでしもうたか。さすがに耐えきれんな、あれは。世界中の扱ってもいいかもな。どうすっかな。これどうする。バーゲル溶けちまったか。溶けてしまった。でもこれは、でもやること変わんないんじゃん、正直。賢者の石、ザオラル。まあ、場合によって、もっとやばくなったら、まあ、使わざるを得ないけど、あれを。
来い。よし、オッケーオッケー。何が来る？ヤンガスが来てほしいな。うわ、そっち行ったか。あ、これまた死ぬかも。あ、いや、いけるか。いやー、ダメだった。あ、でもまあ、まあ、とりあえずこのターンは OK。まあ一応、味方が回復したからな。じゃあ賢者の石。いや、もうガードしてもいいのかな、これ。ガードじゃない？ガードだろ。おい。誰に来る？デスカ来い。いやー、ちょっとマジありえねえ。ちょっとそれはありえないでしょ。しょうがねえな。世界中の歯、賢者の石、誰に来る？うーわ、ひどすぎだろ。ちょっとえぐいな。結構ここでもう、ちょっと世界中の扱うのきついな、ちょっと。しかもなくなってしまった。じゃあ、ここでちょっと確実にちょっと行くわ。確実に行くために。ヤンガスで。あ、ベホマのチーズなんじゃん。これ、使うわ、じゃあ。あ？顔背けている。あ、え？ちょっと待って、もしかしてあれ？これ、主人公持ってなきゃダメなパターン。使います。多分これで全体ならんくるだ、何かしらの。まだ光らなかった。お前、やれよ、ちゃんと。責任果たせよ、お前、ちゃんと。メラゾーマか。まあ、いいけど。一個ぐらい使ってもいいだろ。ふぅ。ベホマズンかな。ベホマズンガード、ザオラル。よし、OK。まあ、問題は耐えきれるかって話なんだよな。おーし、OK。よーし、また立て直しましたな。次はオール吹雪。これ2回来たらもう結構きついのよね。ああ、もうまた死にてんじゃん。またマジで言ってんの、これ。いや、もうやばすぎだろ、マジでよ。ちょっとヤンガス殴り続けないとな。あぶね。で、あなたは世界中のシックしか持ってないからで、こうで。あ、持ってないのか。まあ、じゃあ、これだったら、まあ、ザオラル？ザオラルだな。いや、痛恨がマジで極悪すぎる、マジで。あー、きついね。きついですね。ちょっとこれ成功してもらわないと。頼むぞ。やばいかもしれん。非常にまずい。まあ、とりあえず殴っていって、まあ、もしかしたら、最後倒せる可能性もあるからな。まあ、ガードしてもしょうがない。もう持ってねえしな、あと。ふざけんな。あのクソ野郎が。この大事な、大事な時だというね。世界中行こうじゃ。世界中行こうだろ。ガンガン使ってんな。大丈夫か、こんな使いまくって。まだ光ありがたい。それでメラゾーマヤンガスか。これちょっと成功してくんねえと、マジでな。恐ろしいんだよな。よーし、来た。さあ、こっからか。カブトバリー。よし、もう守備力が下がってんな。守備力下がっている。で、殴りちょっとガードしとくか。ちょっと怖いから。こうで、フバーハー、ベホマラ、ベホマラかな。まずしっかりと、よーし、いいぞ。 OK。 まあいいや。あ、バカじゃん、こいつ。頭おかしかった。昔のなんかゾーマ思い出したわ。なんか昔こうだったよな。ゾーマがなんかパフォーマンスを重視する重視して、なんか、凍てつ稼働2回なんかやったという、なんかわけなあかんねえことやったけど、それをちょっと思い出したわ。だったら、まあ、殴り、まあ、フバーハー、まあ、バイキルトで行くだろう、とりあえず。あ、またやってんの？ふっ。3回連続だぞ、まさか。もう、気が狂い始めたか。気が狂い始めたな。まさかの俺たちが、ここまで追い詰められても、
立て直しをしてしまったから。見たか、ラプソンよ。これが人間というものだ。これが人間の底力だ。覚悟するがいい。よし、いいぞ。いいぞ。不安今書いたろ。マジックバリア。マジックバリアバリケード。よし。さあ、無事のメスか。おい、吹雪。まあ、いい感じだね。で、マジックバリアだろ。よし、これでまあ、ヨナズ、OK だろ。で、次は、ククルガードだな。ククルガードして、立て直しをしよう。よーし。いいぞ。あの感じだったら、まあ、ガードしてからどうにかなんだろう、多分。で、まあ、賢者の石やって、殴り殴り。賢者の石、防御。誰に来る？あー、ちょっと怖い。耐えきれるよな、これ。危ねえ。元に戻っちまったか。ジェシカがちょっと危ないか。おいった！バカ野郎が。よーし、いった、よかったよかった。経験値を汚しやがれ。ハゲチャピンが、グワーって。チャゴスが。お前、チャゴスだろ。顔がそっくりだからね。帰りやがる、お前は。なんでこれ、ゴールデンスライムか。溶けやがった。呪縛は溶けた。火力全開した。お、もうだいぶ使ったけどな。世界中の雫がもう。全然ねえじゃん、もう。おい。で、これどうすんの？退散しようぜ、退散すかじゃん。勝ったら勝つ。嬉しいかも。嬉しいのか？おさらばだ。おう。力が抜けた。俺は力が抜けたっつうか、まあ、ほっと、まあ、終わってねえからね。ほっとはしてねえな。はい。何も、なんでだよ。違う、今のままなんだったら、ちょっと一瞬なんか効きそうな感じだったじゃん。ふざけやがって。電話鳴らしてまったく。まあまあ、そういう感じ。やばくない？うん。そうだな。とっとるぜっかじゃん。じっくり会話していくかじゃん。本当にやばいぞ。悪いな。俺はマイペースなんだ。最高にバカっぽくない。よし、行くぞ。てかてかてん。とんでもない敵だった、懐かしい。まあ、とりあえず勝つことができてよかったけど。てん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 。じゃあ行くぞ。なに、これ走って俺は戻っていかなきゃいけない。ちゃんと走って戻ってくる。マジで言ってんのか、これ。勘弁してくれよ。え、じゃあこれ逆走すればいいの？逆走だよな、それで言ったらな。まあそういうことだな。いや、これ大変だろ、これ。なんでリリーメントが効かないんだよ。なぜここでリリーメントが効かないのか教えてくれ。これ敵出てくるの、これって。待てでこないこと祈るしかない。てててて。ちゃんちゃん、この曲懐かしいな。お、何？いや、止まんなくていいだろ。止まるな、そこで。いや、いいだろ、こういうわけなあかんねえの。頼むよ、マジで。いや、意外とこれめっちゃ強かったですな。暗黒の使い、勘弁して、マジで。めっちゃ強かったらどうすんの、こいつら。怖えな、なんか。まあ一応全回復したから、まあ一応大丈夫だと思うけど。まあ、フバー派か、これ。怖えな、なんか。何かしらやってきそうだな。バーキルト。いや、普通に強いんだけど。やめてくださいよ、ちょっと。ちょっとマジでさ、勘弁して。俺、これ全滅とかマジありねえから、それは。さすがに。まだ道はあれだな。危ねえ。もう全然食らねえじゃん、こいつ。ライデンか。ちょっとライデンやるか、じゃあ。いや、マヘドがいいかもな。別にライデンもやるわ。で、こうで、ああ、しまった、あれ。なんだっけ、なんとかスタッフがねえんだよ、もう。スクルト。俺、フバーかけたよな。あ、オッケー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 。全然食らんねえじゃん。勘弁してよ。なんでラプソン倒した後で、こんなわけが叩かなきゃいけないんだよ。よし、見とれてろ。まあ、そんなに強くはないだろうけど、まあ、一応あれだな。
まあ、警戒するのは大事だろ。よーし、OK。まず1体目。仲間呼ばないよな、まさかな。ちょ、ルーンスタッフ用意しとくか、ちょっと。ボールでいっか、じゃあ、作ると。まあ、激しい方があったら別に大丈夫だと思うけど。しかも2回攻撃じゃないな、あいつな。ねえ、これ警戒しすぎ、ちょっと。もう下がるから、もう効かねえだろ、これ。おお、効いてないやつがいる。よーし。わざわざこれやるまでもなかったかもな。でもいいや。あ、じゃあ、セカードが完全に上げとくか、じゃあ。全部上げて、そっからの一撃をちょっとぶちかまそう。おい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 。で、あなたは、どうすかな。効く？スクルト。めっちゃ食らう。さすがに眠らないか。しょうがねえな。まあ、とりあえずこんだけ上げてから十分だな。てんてんてん。あれ、バイケルって言った？エイトさんには。まあ、とりあえず賢者の石やって。よし、オッケー。一発で何だろ、いけんじゃないの？もうぶつかますよ。一応ちょっと、まあいいや、やっちゃえ。やってしまうわ。やってしまって、あなたは賢者の石からのバイキルと。おい。よし、これでいいんじゃないのか？どんだけ時間かけてんの？ことこと時間かけすぎだろ。よし、OK。もう倒してくれ。これで。カブト悪い。からの普通に倒せんじゃねえかよ。ちょっと警戒しすぎだわ。完全に警戒しすぎだ。まあでも一応あれ持っとくわ。ちょっとルーンスタッフだけなんか、まあ一応怖いからな。よし。で、さらに全開になっておく。まあ準備を怠らずに行きましょう。そういうもんでしょ。そういうもんなんで。何があるかわからないってことを考えたらな。あ、ちょっと持ってる。てまあじっくり戻らせてくれ。でも怖えな、ちょっとな。何か来そうだな、まだちょっとなんか。てけてけてん。あ、敵が出てこないのか。まあ出てこなくていいよな。敵が最悪だなって。てれててれてれて。おい、頼むぜ、マジで。俺はいつまでここに行けばいいんだ。あ、ここか？ここだよな。これ戻れる？行きましょう。あれ？もう一周か。くっそ。騙しやがって。騙しやがったな、この野郎。性格が悪すぎるぞ。おい、やめんか、この。てくてくて。完全に騙されてもらった。さあ、戻ってきたんじゃないのか、これで。でも、これドッキリだな。おい、勘弁してくれよ。いや、勘弁して、マジで。いや、それはちょっとやばいんじゃないの？やばそう。いや、やばそうだな。ちょっと警戒していくよ、俺。うん。余裕ね、あ、浮かべてくれた、それで。ああ、まあまあまあ、まあ危ないな。全身力貯めた。うん。まあ、ちょっとこれ上げといて、上げるだろ？上げる。いや、マジで危ねえだろ、これ。雷電でちょっとぶちかますか、ちょっと。ためる。で、あなたは、どうすかな。まあ、じゃあ、賢者の石。で、こっからちょっとバイケルトで、行く？魔法とか使ってくんのかな？これ何使ってくんだ、こいつら。ちょっとヤンガスまずいかも。ちょっとあいつどうにかしないとまずい。お前、ライデン使ってくんだ。だからヤンガスに殺される可能性あるんだよな、下手したら。で、こうだろ。ヤンガス、溜めまくったらちょっと全員ガードでもいいかもな。そうすっか、じゃん。よーし。あ、でもそっか、やれる可能性があるのか。やれる可能性あるって考えたら、もう使った方がいいかもな。じゃあ、使っとこうか、じゃあ。ここでライデンを使って、あなたはこうで。いや、殴っておこう。
ヤンガスを殴って、あー賢者の石のスクルトが、いやむしろこれ長期戦とかまずい気がするな。ゼシカゾとかあんま別に大丈夫だけど、まあちょっとヤンガスが怖いな。ヤンガスの声ライデン東京食らうんだよな。でヤンガスがそろそろ、おー危ねえ、あでもあいけるな、よかったよかった、ふうびっくりさせやがって、マジで一瞬焦ったじゃねえかよ。お三部めっちゃ食らってんじゃん。よし、あなたヤンガスをちょっとぶちのめしていくか。じゃあせっかくだから、であなたは賢者の石で、まあ、結構もう硬くなったろ、硬くなったから、じゃあここでいこう。もう倒せるじゃんさすがに、ここまでやれば。これ全滅したらどうなんだろうな、ここでやり直しどっからやり直しなんだ、ラプソーンからニヤニヤ割れながら表情見て、よし一緒笑ってるもんバカ野郎、よし終わりだもん。まあここまでやれば OK だろ。まあ、ちょっとゼシカゾいっかじゃあ。あ、でもザラキーマとか使ってきそうだな。なんかククールな。怖いな。でもいい、こうやっていって。あなたは、じゃあイオラ。イオラからの、あ、いいや、貯めるで。貯める。こう。アメロゾン使ってくる？多分そんなに硬くないだろ、ゼシカゾは。多分。よーし。バニコルスか、まずいな。それはまずい。あ、でも思ったより食らわなかった。よーし。これ倒してくれ。ええぞ。次じゃあ、ククルいっか、じゃあ。てんてんてん。ん？ほい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 。もういいよ、やっちゃうか、じゃあ。いいよ、やっといて、じゃあ、ベハマラ使っておこう。イオナズンとか欲しいな、そろそろな。てんてんてん。まあまあちょうどよかったんじゃないのこれ。やばい、おしゃ、いいタイミングで、このターンでククルゾを倒してくれればかなり助かるんだけど、どうだ、おいったいったいった。じゃああとはもう時間の問題だろ、任せるか。じゃああの2人、まあ、ここまでやれば勝てるな。てん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 、ふぅ、ちょっと消え抜けそうになってるけど、まずいか。お、わかったね。うん、それは助かるわ。てけてけてん、てけてけてん。よし、行こう。ズチャッ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 。え、これも行くの？マジで行ってんの？いや、長すぎだろ、いくらなんでも。まあ、敵が出るのはありがたいな、とりあえずは。てんてんてん、何？いや、次から次、出てきすぎたらわけなあかんねんな。今度はなんで一体。これやったら帰ってくれよ、頼むからもう。今度はなんだ一体。なんかすげえ出てきたの。リバヤさんみたいなやつがなんか。2体も来んの？シャーク魔獣、小沢魔獣。勘弁してくれ。貯める、殴る。そんな来ねえだろ。くんのむしろ超えたらやばい、やばい攻撃。あーまあまあ強いな、なかなかの強さを持っている。ふざけんなし、マジで強すぎんだ、いくらなんだよ。ちょっといや、マジでまずいぞこれは、さすがにやばい。しょうがねえな。じゃあルーンスタッフのまず固めるでしょ、まず固めて、でこれ食らったらあれだ、立て直しよう。いや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 、待ってくれよ。いや、それはねえだろ。いや、こいつおかしいだろ。いや、やばくね？いや、せめて肩を倒してくれれば、肩をだけ倒してくれればどうにかなる可能性はある。ザワラル、よし、OKOK、玉よけは多い方がいい。怪しい炎がいいよ。いや、むしろ、それだけやってくれたのか。
いや、マジで勘弁して、いや、マジで勘弁してくれ、本当に。肩を倒して。よし、オッケー。いや、怖すぎんだけど、マジで勘弁してほしいんだけど。なんなの、これは。いや、これもう、世界中、あ、持ってないのか、持ってねえんだよな。いや、怖すぎんだけど。いや、マジ勘弁して、本当に勘弁して。マジ勘弁してくれ。いや、あと一回やればいけるよな。おお、オッケー、いいぞ。生き返ってくれたのから。早く倒れてくれ、そして。いや、シャーク、マジ、ふざけんな、マジで。痛恨がどれだけ恐ろしいかって話だ。よーし。まあ、これどうにかなんでも。あっぶねえな、マジで。今、ヒヤッとした、ほんとに。ああ、ゼシカ、ごめんな。お前に経験値上げたかったよ。ふざけやがって、マジで。お、世界中の雫。ふざけてやろうと思ったよ。恨めしく思ったことはない。あって、ダイエットな。じゃあ、そう、世界とかゼシカの会話も聞いてっか、じゃあ。ここまで来たんだから。なぜかリミットができないあなた方。なぜでしょうがない、まったく。さあ、そろそろ出るか、外に。ここそうだよな、多分な。出た前じゃん、じっくりと。いや、レディス助けに来いよ、あいつ。頼むから。おお、なに、まだなんか来んの。え、もう来ないでしょ、さすがに。これは何、あなたが出た、何を処してんのって。いや、勘弁して、マジで。いや、マジ勘弁してくれよ。もう何なんだよ、これは。いや、レディスもう来れるだろ、レディスが。あれはよ。もう空飛んで逃げられじゃん、もう。いや、マジふざけすぎだろ。何このあからさまになんか痛恨の一撃をなんか食らしきそうなんかさ。いや、ふざけすぎだろ、もうこれ曲がふざけてる。マジでふざけんな、本当に。マジでやばすぎだろ。何を考えてんの。まあ、さすがに手つくも、あれは使ってこないだろう。まず上げてくわ、じゃん。でもおかしいよね、基本的におかしいよ。もうスクルトル上げても意味ねえだろ、もはや。で、あいつはもう食らう可能性があるから、もうどうすっかな、これ。とりあえず限界まで上げとく。あ、ちょっと待って。じゃあ、エイトじゃあ、ベホマズン行くわ、じゃあ。ベホマズンの、なんでしかもこの曲なんだよ。もうなんかガチの曲じゃなくて。まあ、上げとけば役に立つでしょ、後々。とりあえずは。まあ、これでいったべ、とりあえず。あ、オッケー。だいぶもう食らわなくなってる。しかもこれで一回しか攻撃しねえ。よーし。じゃあ、ちょっと畳みかけよう。まあ、ここまでやれば、おそらくは大丈夫でしょう。これ、多分殴りだけだよな。殴りだけだったらもうそれでいいんだけど。いや、もう逆に怖いんだよな。痛恨が怖いんだよ、マジで。ドラクエ8の一番恐ろしい部分は、痛恨の前提ですね。もうそれが恐ろしい。よし。あとはこいつが、あ、いいぞ。なのでちょっとクールもやるか、じゃあ。バイキルと殴り。よし、まあ、これでいこう、じゃあ。よし、いいぞ。もう早く倒してもいいだろ、でもこんなわけなかんねんな。で、次ベホマズンだな。次ベホマズン。あ、回復してんな、割とな。まあでも一応恐ろしいから、まあ。いや、もう叩きかけるべき、いつまで。あ、まあいけるでしょ、いける。あ、でここで賢者の石でこうすれば OK だ。ベホマズン使うほどでもない。で、ここで、まあ、こいつがわけなくやってくる前に俺は取ったのも終わらせよう。もあ、でもいい感じじゃないのか。このまま行ってくれればいけそうじゃないのか。謎でしょうがねえよ、ほんと。殴り殴り、あ、ちょっと待って。賢者の石に殴り。
ラプソーン倒した後にこんなわけながら戦わなきゃいけないなんて。いやもういいだろ、もういいでしょ、もう満喫してたろ、もう。おい、結構与えたんじゃないの、賢者の石に殴る。もう速攻性を求められるからな。結構食らわせられんね。でもヤマさん、あ、違う、こっち行ったか。よしいいぞ、この回復量はめっちゃでかいな。早く倒して。もう相当ダメージ与えたっけよな。おい。いや、マジで賢者の石があってよかったよ。これがなかったらしんどかったな、もう。スクールとやってこの威力かっていうな。とんでもない話で、まったく。これはこう切れる前にやった方がいいな、守備力な。バケット解けた、あ、いたいたいた、よかった。あ、よかったい。オリハルコンか。ふざけてやるな、マジで。なんでだよ。ほら。話しかければよかった、今。話しかけるの忘れちゃった。ふぅ。今度はなんだ、一体。まがまがしい形をしてんな、この白バイオ。まあでもやっと攻略もできたわ。何、実はこっちが本体だった。もうなんかやってんな、わけなかんねえこと。座れていく。お、なんか見える、何かが。おお、ずぶでけえの来たな。うわ、見た目がやばすぎだろ。なんかもうひげ、ひげ親父じゃねえかこれ。酒の力を持つ肉体を手に入れた。そうか、二つの世界を一つに束ねる景色を行う時。腹すげえな、腹とひげ。おお、忍びたち、おう、誰か食い止めてくれないの。アスカンタオとかなんか、皆さんって、ここは私が食い止めますって。いねえのか、なんかそうやってやってくれるやつは。チャゴス王子が来てなんか、おいアルスだって、俺はこっちと最強になるみたいな。アルゴンハートをぶん投げまくってなんか、そういう展開はねえのか。やばすぎだろこいつも。横から見たらこのなんつうの、デカさっつうかも。オーレディスが来た、ついに。いや、お前なら勝てるよ、お前なら勝てんだな。ついに来たか。お前がいればどうにかなる。こいつの衝撃は俺は未だに忘れらんねえから。こちらの世界に戻りました。そうか、多くの悪しき魂はこちらの世界だと。それはお前のことだ、それは。多くの悪しき魂とは、あらゆるのつわが惜しき魂によって滅ぼされてしまうでしょう。そうか。もうなんか誰が魔王なんだかもう訳わかんねえな。もうすげえ魔物がいっぱいいる、なんか。周りに。ん？お前か。完全な体を手にしちゃいました。あの子の封印するはできない。なるほど。もう倒すしかないってことな。おう。今となってあの者を倒して永遠に消し去れる他にこの世界を救う方法はない。アナンコフシンを落ち滅ぼせる可能性はごくわずか。特別な血を持つゲート、何？それは一体何なの？アナンコフシンの体は強力な闇の結界により守られている。あの結界を打ち破らなければ、攻撃することさえ守らない。手を差し出す。いや、お前が最後のメンツに加わってくれ。お前は5人目の仲間になってくんねえか。ヤマビコの笛。お、闇の結界を破るためにもう一度彼らの力を借りなくてはいけない。かつてあの暗黒神を封印した7人の賢者、彼らの力を。なるほど、聖なる力が出した大分になって各地に現れたようです。
懐かしいな。懐かしいっつうか、なんかこれドラクエ3じゃねえか。オーブを見つけ出し、人ところに集める。なるほど、7つ、いっぱいあるな。再びここに戻ってくる。探さなきゃならないものがある。何それは、なんか獲物か。修行するのか。壮絶な修行してくるのかな。エイトさん、私は壮絶な修行してまいりましたって。あれな、曲が戻ってる。なるほど。ああ、走り回ったね、そういえばな。天敵な。まあいいんじゃないのか。おな、この下りも懐かしいな、なんか。トラペッタ。ああ、こうやって、もしかしてなんか、教えてくれんのか。そういうことなのかもしれない。では。まあ、それは、次回に回すするかじゃ。不思議なタンバリン。そして投げ持ってるのか。ファインダーとネクスタイ。戦争ちゃん、See you。いろいろ言ったのがここまで来たら戦争の無意味。うん。その間どういう意味合いが含まれてないんだい。逃走回数半端ねえな。